回は7月26日にアプデがこんかった。統一戦とスタンプ更新が重なった時は毎回来てたから予想外。それでも微細ポイントは毎週更新されるから、今週はこれを使ってみようと固めてることはまだまだあるよ。早速試合の方を見ていくけど、今回みたいな開幕の最大武力の低いデッキ使っとる時に一番辛い開幕の攻め方されとるね。お相手は王兵春人の好調系の商品兵さん染めと、開幕に強い編成やから復元を前衛に当てたかったけど失敗。大攻勢を合わせても止まる状況ちゃうし、ホーム温存して窮地中を使って守った方が後々起きると判断。いっぱいみんなに元気をあげちゃう。アンコモン送球は役割の似たレア掃除に枠を取られがちで異彩が高くなっとるけど、チキ3で打開力があって正気なしでも復活槍として投げれるから、個人的な評価ではレア掃除より上、最終盤にチキ3計略あると助かるしな。ここも決め手になる場面ちゃうから王位を温存。治癒玉は残すだけでメリットが発生するし、チクサもあるからいずれチャンスはあるはず。
東映の働きで前線を立て直す。しかしもやな、ここまで待ったチャンスが。お相手の宿敵にあと号令1回やから重ねられるだけ重ねて決めに行くよ。突き進め。気にせるな。これぞ攻防一体の陣形なり。というわけで、1戦目は我慢の逆転試合。次の試合は、主将アンコモンガクチンの強みがかなり出た試合を用意したよ。開幕は四季三永続計略で策と内乱一発のアドバンテージ。カキが最後に撤退したの敗退家ロコのデッキは号令デッキでありつつバラデッキみたいな感覚で使えて好感触。状況は味方の計略ごとリセットするから、ここは構わず妨害計略を打つよ。愛する場所を我らの手で守るのだ。まだ我が命運を。援護。Okay.
秘密を教えてやろう。オーラ解放アスター。ゴンゴ、どうだ。おそらく投了と思うけど、万が一の展開に備えて一応ずらし流行っとくよ。ここで捕まるわけにはいかない。死ぬには早えぜ。援護罰を与える。ご視聴ありがとうございました。